許せん。何？我らのルーンの神よ、オーロラ、そなたがあくまでもマナの力を。哀れ、もはやお前たちはマナの力、ルーンの神の愚かな家畜ども、エンドレ。これは学ばぬ人間たちよ、我らルーンの神の加護を得たり。いいわ、やってあげる。私の舞台に任せて。承知した。大丈夫だ、仲間がついてる。この怒りと悲しみ、エンドリアン。いいわ、やってあげる。終わりよ。私の舞台に任せて。私の舞台に任せて。せやっ。
帰化の者どもよ、我に続け。敵を侮るな、慎重に。皆の者、まもなく。いいわ、やってあげる。よっ、私の部隊に任せて。マナの呪縛。承知した。承知した。我がマナよ、承知した。くれ。Thank you.
我が国には正義のブリガンダインが。それほどまでに我が国には正義のブリガンダインがある。大丈夫だ、仲間がついてる。ルーンの神の意向もルーナジアの王よ、その時が来たら心して真実と向き合う。また。オーロラ、そなたが言うように我ら人間はルーンの神の恩恵の中に生き、そして生かされてきたかもしれん。だが差別や争いのない平和な大陸であり続けるにはマナの力は必要なのだ。そしてマナの力をそのために使ってみせることこそが我らの正義の騎士道でもある。そうですよね、父よ。ルーンの神は太古の昔から聖なる大地ルーナジアに惜しみなくマナのシャワーを降り注いできた。人間という生き物がマナの力で知力を磨き繁栄に努めることを願ってな。人間たちの中でも特にマナの力を浴びた者はやがてグループを率いるようになり、種族を形成し国を作るようになったわけじゃ。だがのう、マナの人間に与える力は果てることがない。人間たちはやがてマナの力に突き動かされるように、好むと好まざるとにかかわらずさらなる高みを目指すことになった。それは他の民族、他の国家を侵略し征服するという野望に突き進むことでもあったのじゃ。果たしてそれが
ルーンの神の意図したものであったか、それとも神の意志とは離れて人間が神の力に乗じて暴走した結果であったか、その真実を語れる者はいない。